ええ、隣のさんを見る機会がなかったから、逆に私はすごく。可愛い、嬉しいし、可愛いなって思う。そう、ハルキングさん。いた、いきさん、いた。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。ハーゲンダッツの。きなこ、黒蜜、え、絶対美味しいじゃん。 絶対おいしいじゃんそんなの食べたいけど私は今僕隊が終わるまで我慢する <laughs> 僕隊が終わるまで我慢するええさヒひいた配信終わってから自主練ですかもちろんってか本当にやばいそう覚えることがいっぱいあってあるしダンスはもう本当に やばい覚えなきゃいけないなんか振りもだし振りも曲もどうそうだし振りもそうだし立ち位置もとかもう本当にやばいでなんかもう最近余裕がなさすぎて自分になんか今日天気が晴れなだけでイライラしちゃった <laughs> さすがにさすがに余裕なさすぎ天気が晴れなことですごいイライラしちゃったやばくない私 見てるよ、かなっちゃん。できたんかも、もしみさらさんの配信にヒーター来てたのしみさらさんが見つけてた。え来てない行ってた私。え行ってたしみさらさんの配信。え行ってたえ、ほんとに姫な？それほんとに姫しみさらさんの配信行った記憶がないんだけど、私、いつのあれだろう、今日 え今日行った私行ってない気がするえー、なんか恥ずかしいごめんなさいなんか多分行ってない小声行って行ったことにしよっか行ったことにしよっか気まずい <laughs> 行ったことにしおこっか誰なりすまし悪質悪質ダメだよ 1> 私1回さんちょっと待って聞いて私ねあの普通に加入前ねマッチングアプリので私の写真使われたことあるの <laughs> だからみんな見つけてももしかしもし私悪用なんか分かんないけどそう悪用されててびっくりしたそう弱くない 今されたら困るんですけどってぐらいやばいただ顔が違うからそう昔のあの化粧と今の全然顔が変わるから化粧だけでそうだからあれだけどメールの返信はひいたメールですハート「あかんハッシュタグひらがなでひいたメール」かな こんばんばはステクそうかな自主練とか尊敬な。え、そうかなでもね、先輩たちの方が全然偉い気がする。あのー、うん、やばい、私は。お前、偉い。私もクリスマスにやった。いや、それなぁ、本当に。クリスマス来るもんね。そう。西野さん、僕たんえー、うれしい。ありがとう。楽しみにしててね。 さん,なんで雨だろうが <laughs> 雨が好きいや雨別に好きじゃないよ雨別に好きじゃないんだけど起きててか昨日の夜多分あやばいなーって思いながら寝たのねそうで今日朝起きた時に外が晴れでえっみたいなんで晴れなのって <laughs> 雨別に好きじゃないけどで私はやば相当そう 自分に余それがあっなつうねヒタンヒタン今日は頭痛あっ偏頭痛ね先邪魔してたんだけどヒタンのツイン待ってるよだってあツインしてたの今日えー、いつしよっかない,やいつかするんだけどねいつか <laughs> なんか勇気が出ない私ツインテールするわかるよみんな絶対かわいいっていうのはわかるよ けど違違うの違うののみんなの目にはあれだよフィルターがかかっちゃってる <laughs> 普段しないからこそそうただ本当に似合わないからそういつかするアイドルしてる,るからいつかねただなんだろう 普通ののツツイインンテールより私は巻きツインがしたいのだから昇格巻く,巻くってなると昇格しないとできないからそういやまあこういう配信ですればいいんだけど不器用なので私はツインテールが傾いちゃったりするんですよねなんか平等にここにポンポンって2個置けないから <laughs> ちゃんとあのヘアメイクさんにやってもらう可愛いやつがいい。 この前ボー t スティーユファンの配信にそれ来たよ。ね迷惑迷惑やだ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 誰私の誰やめてよ。私になってどうするの私と同じ人生を歩めるわけじゃないのに。<laughs> <laughs> しかもそうなるみすごそう私もびっくりした。そう。面白いよでも。 面白いよ自分が悪用されてると私は<笑>,笑っちゃった笑っちゃったその時はねそうこんばんは清水さんこんばんは清水さん明日月曜イヤです同じくですさっき明日でマッチングアプリやるか絶対誰もマッチングしないでしょお母さん何でやねんこんばんはジョン・ドウさんはルビーさんのストーリーです そう、ヒーターに会えるのは次の日から1か月インフルになっ <laughs> 1か月インフルになってそうなの嬉しいそう思っていただきてありがとうミステーこんばんは石田さんあれに当たらないでいやそうなのそ,とそうそう気持ちにすごくあのなんだろう でも私は気が休めないんですよ僕あのゆめりんさんの卒業演コンサートが終わってもそうあの僕の太陽公演の初日が着々と迫ってきてるのでそう、まあ、今の脳みその割合で言うとゆめりんさんの卒,卒業コンサートの方が100対 100, 100ぐらいの感じなんだけど頭の中は今とにかく。 そうただもう終わった瞬間に僕対抗演100にしないといけないから頭の中をそこが大丈夫かなっていう不安ですね今の、うんあそっか今日休みかみんなマキツイン可愛いいよねマキツイン,、ね、ン好きだよねみんなアイドルっぽい髪型はしないからね私はとりあえず研究生の間は 黒髪ストレートロングであれが森末姫奈なんだなっていうのを定着させたい研究生時代はねやっぱりそう何回も言うように覚えてもらうあれがあるから研究生の間はあまりそうそこれそれこそ配信とかがあるとやっぱりそう特にだからこそアイドルスターさんの時は配信とかなかったからなんかや,や,や,やってみたけど。 そうでもなんか周りに髪がないから落ち着かなかったえっ大丈夫かな大丈夫かなみたいなそうなのツインいてるカノルリさん、うん、やっぱり偽物だよえっちなみにあリネさんのコウモリを投げたのは本物の私です <laughs> ちなみにちなみにそうそうだよ綾華ちゃん合ってるリネさんのそうコウモリを投げたのは私です <laughs> 分からんくなるよねでもちゃんと私ですちゃんと本人なので皆さんご安心よそうえなんかコメントしてた私美佐者の私なんかコメントしてたなんか嫌なんだけど何コメントしてるの <laughs> そうなの悪魔の耳が現れちゃうんだよねよしのいたん先生はやっぱりすごいな うーんすごいなそうでもやっぱりなんだろうファンの方これ言ったらあれかいろいろあるんですよ <laughs> いろいろあるんですよこの初日出る出ないでもそういろいろあるのただでも あのー、何この今回の初日出るメンバーは間違いなく頑張ってるから頑張ったから頑張ってるからそうなんか「頑張ってないよね」とか言われるけど頑張ってますよちゃんと。 こんばんはちゃんばは <laughs> です大さ私と同じ人生を歩めない名言をメモに食いつきますえっうん <laughs> だって事実じゃん私になりすましたところで同じ人生を歩めないのにと思っちゃうやば,やばいかな私えじゃない私がだってじゃあゆみりんさんになりすましたところでゆみりんさんと同じ 人生たどれないしそうってことだよ私 <laughs> ちょっと比べるあれがちょっとちょっとあのー、大先輩すぎましたが <laughs> そうみんな自分を偽らずに生きていきましょうりえさんこそレしだよねかわいかったすごいかわいかった私は夢があるのりなさんと私りなさんと絶対服の好みも合うと思うの あそう今日もりねさんが「そう絶対仲良くなれるよね絶対仲良くなれるよね」ななよねってずっと言ってくれて「<laughs> 絶対気が合うよね」みたいなことずっと言ってくれてそうだから私は思ったのりねさんと同じお揃いの服を着てそうあのお出かけしたいなみたいなひいたのこっちくな え、しかもさこの話したことあるっけなあるね2期生オーディションが終わってまあ私落ちてりなさん合格したじゃんでもその後、あのー、遭遇したのねりなさんに <laughs> すごくないあのー、岡山イオン,ン行く途中の駅続いてるじゃん岡山イオン,ンと駅続い岡山駅,駅続いてるじゃん続いてるじゃん地下 サンステっていうの一番外かななんんていうの分かんないです一番外,か1番外あるじゃんあそこでリネさんあの合格したばかりのリネさんに遭遇したので多分分かんないリネさんも,も気づいてたはずなので私も学校帰りでしかもオーディション終わったばっかりだから二木星さんのオーディションが終わったばっかりの次の次いやえー、3日後な5日何日か後ぐらいだろう 結構そうあのー、多分私がショックで毎回友達に放課後岡山イオンであのー、慰,め慰めてもらってたあれなんだけどそうだからそう毎回放課後そのそのだから結構落ちて割とすぐだったんだけどそうでなんかそうなんかお互いえっみたいな。 振り返ったの <laughs> お互い振り返ったもうめっちゃ記憶があるでなんか本当にその時お母さんと車お母さん車で前、まあ、で迎えに来てくれてそうでなんかそうなんかあのうつみりなちゃんに遭遇したかもみたいなそうだから「まだ広島行ってないんだね」みたいな「そりゃそうだよね」みたいな、ま、この前終わったばっかりだしそう。 うん何であのうちに引いたんとこでこう <laughs> バレてんじゃんねえ初日うれしいよね山口県が3期生の人気メンバーがいや本当にねいや本当にね人気メンバーっていうかがんあのー、ちゃんと頑張ったメンバーなので頑張ってないって言われてるけどいや確かに 努力不足なところはある初日誰が出るかっていうこういうなんかあれをして確かに努力不足なところは自分自身あったし全体的に見ても多分運営さんもすごい誰を出すかすごい迷ったはず最終日まで最終日までか最後まで最後までだけど努力不足だけどそう頑張ったし なんかそう団結力はめちゃくちゃあると思うからそこはそうなんか自信持ってあれしたいだからなんか何だろう本当に素の中が素の中の良さが見れる初日だと思う初日メンバーだと思う本当に。 そう双子校でそう初日出たのいやそうああのー、初日もちろんもちろんそれはもちろん初日出たの初日初日ってか、あのー、初日にこだわらないって多分メンバーみんな思ってるけどそうやっぱり私は心のどこかで思ってたんだなって改めて思う。 ここんばんはこんばにちは仲間は割とリネさんだ私 <laughs> 私りゅさんなのかな待って結婚してギフトいっぱい来た誰だ鈴乃さんありがとう結婚して結婚して結婚してだって嬉しいそんな結婚求婚されたら結婚しちゃう <laughs> そんだけ結婚されたら本当にしたいんだなって思っちゃう知らないでしょうんなくって言ったらいいや確かに確かに確かにりネさんそうだよりネさんに遭遇したのほう しかあるよねねそうりなさんんとい,ろいろわかんないでも、ね、私そのこの話をすごいりなさんにしたいんだけどまだちゃんとお話しできる日がなくってそうあとりなさんを目の前にしたらちょっと興奮しちゃうからなんか「はい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 、はいはい、はい」みたいな感じだから <laughs> すごい確率だよねそうなんかりなさんが覚えてるかどうかはそうわかんないけど私はすごく記憶がある。しかも一番候補生の中で好きな 子だったからその2期生の時当時そう2期生当時の時リネさんのことが一番そう候補生の中でも特に好きだったからそうだからそんなことまさか,か岡山にこんな可愛い子いたんだみたいな <laughs> 申し訳分けた子2期生の時はあれだよ交換したよ1人東京の子そう 今頑張ってるよそういったそう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 マクドヤクそう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 で確かあそう確かあそう5枠かな5枠特別初日そう当日5枠え <laughs> 何にって結構引きずったよ私でも終わって結構すぐだった気がするいや分かんない1週間後ぐらい <laughs> 振り返ってン見いやン見はしてないけどなんかえやっぱそうだよねそうだよね,だよねみたいななんか そうなんかめっちゃ何,何度見みたいなそうなんかえやっぱりそうなんかなんかお互いねなんか多分そんな記憶があるえ睨にらみつけてないよにらみつけてない本当にそうだね「勢いでで席近いヒーターにお互い頑張ろうね」と励まされた誰かが言ってたえゆきりかさん キュリカさんと席近かったかな私はでもすごく記憶にある後ろにアクターズの方々がいっぱいいた固まってたアクターズの方がだからその時に清みさらさんとあずみんさんとはその当時お写真撮ったそうだから昔の写真はあるけど <laughs> ね 確かにそっちもねきちんと頑張りたいはいさんこんばんは仲良しだえそう仲良しだが最強すぎる初日のメンバーは多分見ててすごい楽しいと思う最後のなんだろう最後の「僕の太陽」とかはすごい見ててほしい <laughs> そうこのメンバーでしか出せない そうあれがあるから多分話しちゃいたい行こうかな待ってるよさっちがみんなメラメラしてるからうんみんなメラメラしてるメラメラ燃えるした心だけが寄せるささメラメラしてるってさっちそんなこと言うんだそうメラメラしてるそう夏のツアーねたかさいいたんぺらあったもどちらが好き どちらが好きどっちも好きでも青が合格率で好きかな近 <laughs> アリスさん近アリスさん近アリスさんじゃないそうその子も合格してないかな合格されたメンバーは私誰も連絡先知らなかったそう そうね東京の方そうでもこのリスさんじゃない合格した子じゃないから姉さんも今日の昼配信でこの話してたよえっ、ー、そうなのそうでも今日朝から話して幸せだったネさんヒターほな分かんないどうなんだろうねうれ<怖い> <laughs> しいバだからさありがとういっちゃうぞうまいちゃうあそうなんだ えねえねえ辻さんありがとう今日来てくれ疲れてないのかな季節のお姉さんの写真期待してますどうしようえ私ぶっさいけども次 <laughs> さんヒンターじゃとい <laughs> 自白 <laughs> なんかもうそんな仲いいない MC 期待してるわえ全然期待していいと思うよマ、ま、マジで期待していいと思う本当にそう ユニットもね楽しみだよねーただ私の頭は今僕の太陽僕,僕の太陽公演じゃないのユミニさんの卒業コンサートでいっぱいいっぱいだからあともう5 0ンチぐらいの脳みそでかくあってほしいもう入らないほんとにアニソンアニソン 僕対象一無事やりきって休みやったら大阪行きたいがマックス <laughs> あーでもね確かに大阪行きたいのマックス <laughs> 間違いない大阪行きたいのマックスどうなんだけどやりたいことがあるからちょっと落ち着いたらだからそれをモチベに個人的に弾ったのえみんな30分になったら教えてねワイドあそうアンナさんも一緒に写真撮ったね 可愛かっためっちゃかわいかったやっぱり合格いやあのかわいい全員あの時いたあそうでなんか二木生さんがこの前そうあれだったじゃんその記念日だったじゃんその時に二木生さんの時のその当時の動画をあげてる方がいて <laughs> 池田悠太さんの がめっちゃくちゃぶっさいかったやばい <laughs> やばいみたいなのりみたいな前髪しててさあ嬉あしいおうち TikTok ライブあそうなんだ普通行政の方はよく分かんないですけど今かぶってないのでね 1> 昼1カット揃えましたおでもどっちもおすすめだから昼も夜もやかたさんヒット何<ん>で <laughs> 違う違う、えー、絶対嬉しい絶対可愛くてる、えー、私写真写り悪いからな二十五分ありがとう教えてくれてあの時あんたにあそうなんだコマネプさん 可愛かったよねでも本当に可愛かったそうで何,何が面白いかってアンナさんと共通のお友達がいるんだけどその子私がオーディション出てるの知らなかったの <laughs> <laughs> 私はその当時、まあ、インスタとかもあったじゃんでなんかその子が「 あのなんだろうアンナさん出てるから投票してあげてみんなみたいなことを載せててインスタに当時そうでなんか「えー、私も出てるんだけどな」みたいな私もそのこと仲いいからすごい <laughs> もう本当に小学生ぐらいの頃からの中だから「えー、私も出てるんだけどな」みたいな <laughs>「私も出てるんだけど」みたいなそうこ 確かに確かにね残念。じゃねーうーん竹祐君あきさんこんばんはここだけの話ですだって瑞稀さんうんここだ、ね、仕事寝坊しないようにあっ気をつけてきてねうちほんとにちゃんといっぱい寝てね賛成し生すさすがです見ててね見れそうだ嬉しいみんな見つけてね 気持ちゃいいんだね確かに <laughs> 確かに <laughs> そうあんなさ私わかんない私どういうあのなそうただ共通の友達がいてお互い仲いいですねそうその子がその当時「応援してあげて!」みたいなことを載せてて「えー、私も出てるんだけど!」ってでもさ初めてだし 周りに私アイドルしたいとか言っ,たこ言ってなかったから恥ずかしくってえ私も出てるんだみたいな言うのがでもそれぐらい気づかないぐらいそう恥ずかしいみたいな <laughs> ヒーター出てる気づかなかったそうの目添こはヒーター頑張るからあーうち、うん、頑張ってね無理しないようにシーヒーターミリーさん卒業の友達ええー、やばいねそれこそ影武者いるよね影武者影武者 もう終わっちゃうもう終わっちゃう30分きた30分来ちゃったかななんかついてるし今また教えの位置が教えのかわい子多いもんねわかるよでもその気持ち「推しへじゃなくて「DD」でいいじゃん「<laughs> DD」みたいな「みんな好き」みたいな。 3期の,ななの,のオーディションの時はそうすぐ気づいてくれてなんかツイッターで流れてきたらしいすごくないその見つけるの「姫なこれ」みたいな「これ姫名だよね」みたいな名前出てなかったからあの時はそうだから「これ姫名だよね」みたいな「奈々ちゃん誰?」みたいなこと言われてでも顔姫なだよねみたいな感じで言われて。 あ,あそうみたいなもうどう,どうもうできないじゃんどう,どうすることもできないじゃん私だからそうだからそうあのあそうそう姫なっつって「またウケた!」みたいなこと言われた「えそう!」っつって「諦め悪いみたいな <laughs> そう言われちゃったえなんか今落とした怖っね頑張ろうね言ってた で,でも要すかに佳ちゃん同期ねうんまあ複雑だよね同期同期もう私は全然何も私も好きでいてくれるならみたいな <laughs> 私も好きでいてくれるならみたいななんかだって好きでいてくださいって言っていやわかんないどうなんだろう気持ちが離れてるじゃあどうなんだろうえっんて言うんだろう 好きでもない子に「好きになって」って言って好きになれる <laughs> そうだからまあそれはまあ皆さんの自由なんですがそう DD にはだってほしいねそう全然怒らない姫の DDDD っていう言い方あれだけど DD そうあのむ何回も言ってんほらもう アイドルなんて数百かわいく数百万人といってこの世の中アイドルに限らずインフルエンサーでもライ,ライブ配信者でも t i k t o k e でも無理じゃないかわいい女の子いすぎてその中で私だけを押せなんてそう絶対無理な話だよ。私が橋本環奈さんぐらいなんか何年に一度みたいな何年に一度の 美少女みたいなことを言われてたら「絶対私以外好きになっちゃダメ」とか言うけどこの世の中可愛い女世の中溢れてるこの世の中でこの今の時代に私一人を好きでいてなんて私そんなそうみんな可愛い子はみんな好きだよみんな好き私も好きだし <laughs> そうただ私はなんか この子心の底から好きってなるともうその子以外見えなかったからあのそうそれこそ斉藤渚さんとかは押してる時はもう本当にあに友達と遊ぶよりライブ見たかったしそうなんか全てをさげてた斉藤渚さんもう何も見えなかった <laughs> 何も見えなかった。 35分にあれ35分に分に終わるね確かに無ちゃめない,ないそれ好きになっても好きになってよ <laughs> ちょっと待ってヒーターは半年に一人だよなんか草なんだけどやばいうん確かにねそういうあのなんだろう 私だけ好きでいてよって言ってくれる子が好きっていうファンの方もいると思うけどそういうことは言ってください全然そう,言う,言,う言うから <laughs> そう言うから私はただこのやばくなんだって今私一般人なんか私自分のファンの子の方が可愛いって思っちゃうもん自分より自分の女の子ファンの子,子の方が可愛いいって思っちゃうからそう 謙遜,謙遜私謙遜するようなタイプじゃないんだけど私自分大好きなんだけどこれに関してはすごく現実的な考えですかなかなですですかなって <laughs> <laughs> いつか来る最初の卒業者の時にすごくショックを受けそうな予感ですわ汗ね誰なんだろうね最初の卒業者そんなこと考えたくないけどね 見たらちょろいからって言ったら好きになるのいるでしょう。私、ファンの方ってちょろいのかな。まちょろいちょろい。まやんないどうなんだろうね。あちょろって思う時もあるけど、どうなんだろう。だってお金を払って会いたいって思ってもらうってすごいよね。相当あれだよね。この子にお金を払ってまで交通費を払ってまで会いに行きたい。 って思えるぐらい。の存在じ、人間ってすごくない。三十二分ありがとう。かなは三期生で一話目指しているってことは。か、ま、な、あね、はね、かなはね。あのー。なんだろう。いいよね、なんかかなはみたいな子が。そう。競争心がある子っていうのかな。 まあ一家ぐらいじゃなくて競争心がある子の方がこの世界やっていけるのかなとか思っちゃう私そういう子の方が応援したくなるからなんかかなう見てると今でも頑張ろうってなるんだよねそう <laughs> 泣きじゃくるじゃん本当に悔しくてすごい人間味を感じるというかかなうは本当にそうアイドルとして まあそうだよね静岡から一人でこ,のこっちに来てちょっと待ってカナーファンの方も面白いよね朝ドラのロケで目の前で花の揺が頭から吸っとりました <laughs> ちょっと待ってやばいちょっとみんな面白いんだけど配信やめられないじゃんちょっと待ってカナーファンの方も面白いよ そうしかも昨日さ私が配信終わった後にあのー、かなうのルーム行ったのね私が配信終わった後そしたらなんかカノロリさんがなんか,かなうのファンの方全員になんか,なんかチクられててかなうに <laughs>。 いやカナーも気づいたらはずなんだけどなんかカナーファンの方が確かにカノルリさんヒーターのルームいましたとかなんか告げ口しててなにこのそうなんか変な団結論句って思って <laughs> そうめっちゃ笑っちゃった面白かった一人で笑ってたカノルリさんめっちゃなんか肩身狭いじゃんみたいな肩身狭いじゃんというかみんなになんみんななんか言ってた気がするみんなじゃないけどなんか言ってた方が何人かいてさあ <laughs> 何 <laughs> かごめんなさいと思って一ンター入ってきてほしいなぁその方の子は是非4期生に進めてくださいね全然そう全然面白くないしう白くないし面白くないし面白くないしくないしくなく かなうを目標としているのはひーたんとさっちえー、そうなの本当にそれ嬉しいけど私はかなうを目標としてるからかなうみたいな人間味のあるアイドルそうなんか悔しいって心の底から思えるような、まあ、思うけどね私も思うけどかなう尋常じゃないじゃんもう。 その悔しさをしさむき出にするあのあれがそういうところがこの世界でそう,いう子の方そういう子の方が応援したいなって思うし私も実際かなを見てたらそう思うからやっぱファンの方私もだってそうオダク気質のところがあるから,からこういう感じなのかなファンの方ってと思ってそもそも始めた理由は浮気発見した配信だ ちょっと待って <laughs> やばいんだけどかなそうなのやばい <laughs> 浮気見つけたから配信したのあっ37ありがとうちょっと待ってほんとにじゃあ40分に終わりますちゃんとちゃんと40分になったら男女読みますちょっと待って <laughs> 浮気じゃあえ今日まだ配信してないかしてなかったよねかな何時からするのかわかんないけど そうやばいんだけど<笑><笑>いいよねそういう子そういう子をすごくなんか支えたくなる私もしよっかな浮気者見つけた浮気上でも私 <laughs> 浮気者見つけたらっていうか <laughs> そう ヒーターだけ好きだよって言ったけど他の配信でも何々だけ好きだよって言ってたら浮気者を見つけたのこのテロップに名,前名指しでなんだ誰だろうなんか書いて「だやだやさんが浮気してたので配信します」って <laughs> それぐらい熱い子の方がいいよねそうわかる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 私ももか変えようかな今さらいいみんな変えて。 <laughs> 絶対推し編禁止みたいな絶対だよみたいな私の配信以外絶対見ちゃダメだし私の話し会以外絶対買っちゃダメだしみたいなこと言っていいその絶対 TikTok も誰も見ちゃダメだよって <laughs> <laughs> 悔しい時に「ザ・バングル」さんいや確かに確かにね そかなうねかなう C って何かなうちゃんかこれ「甘えるの3枚だわ」だって <laughs> 待って姫野もうそんぐらいいこっかなガツガツ姫野が1枚1枚チェッキ1枚だったら「甘えるの3枚だろ」って「なんで1枚なんだよ」って「甘えるなよ」みんな <laughs> 甘えるなよ」やばすぎ。 確かにな <laughs> 確かに <laughs> じゃあそろそろ40分ありがとうってついつい教てくれてそろそろ終わろうかな <laughs> ねえ3期生仲良すぎてというかなんかねそう確かに確かに <laughs> 面白い初見さんが確かに初見さんがそう初見さんがねびっくりしたもんねそういう時ってでは 読んでいきたいと思います十三、位ヒラリーハットさん12位ミヤさん十一、位ハイキさんありがとうございます十位がぐっちょぶ太郎さん九位がユウキくんありがとう八位がユウさん七位がアズユウさん六位がナンコウさんありがとういつも五位がテツニーさん四位が東京特許許可局長さんありがとうございますなんか日に日に上手くなってない 3位がホッシーありがとう2位がち井さんありがとう1位が鈴のさんありがとう鈴のさんいっぱい結婚してってそんだけ休婚されたら私は結婚しちゃうよあ本当に私のこと好きなんだって <laughs> そんだけ休館されたら本当にこの人は私のことが好きなんだなって思っちゃうありがとうこちらこそお疲れ様みんなじゃあね ね、かなう話おもろしろいおいよねみんな <laughs> このあとかなうが配信するかもしれないししないかもしれないけどわかんないけどあのー、あれねそういかなうと面白い話本当にお白い子なのでで <laughs> はおやすみなさーい また明日また明日声面白かったそうかなぜひ行ってみてくださいでは、バイバーイ